リーチスタッカーリーチスタッカーがコンテナを釣り上げている様子を横から見る幅と高さがコンテナサイズをオーバーしている貨物をアタッチメントラックを介して釣り上げている様子近年開発されて従来の直線的に伸ばしていたブームを釣り竿が替え物を捉えたように湾曲して伸ばし段積みされ横向き重列状態のコンテナ群の中からも取り出しやすくなったリーチスタッカーは 大型の輸送コンテナを釣り上げて移動を、または、積上げしたり、コンテナ輸送用車両に積み下ろしする、荷役機械であり、特殊自動車である。日本国外で1990年頃から、普及し始めて、作業自由度と効率の高さから、長らくコンテナ荷役の主役であった大型フォークリフトや、トップリフターにとって代わって主役になりつつある。 日本では2000年以降複数の輸送機器メーカーが製造している。労働安全衛生法及び関連省令則では明確に規定されておらず、当初は移動式クレーンの一種とみなされて、運転操縦は実技試験を要する移動式クレーン運転手免許を交付されたものに限るとされていたために普及の障壁となっていたが、現在は ショベルローダーと運転技能講習を終了したものであれば良いとされており、需要が増大している。ISO 規格を満たす貨物用コンテナの移動運搬を行うために開発された機械であるが、フォークリフトやトップリフターのような垂直伸縮マスとは有さず、油圧式クレーン車と同様な起伏及び伸縮可能な箱型ブームを具備し、ブーム先端に取り付けた。 回転可能なスプレッダー装置を、コンテナ点板四隅のツイストロックホールと、換合させて、コンテナを吊り上げる。車両そのものは、クレーン車、特に油圧式、ホイールクレーンに酷似した構造であるが、走行機体に対してブームは起伏するのみであり、水平旋回する構造は有していない。 運転席前方に垂直マストがないので前方視界が非常に良好でありフォークリフトやトップリフターよりも作業性と安全性に優れている。またリーチスタッカーの伸縮ブームはフォークリフトやトップリフターに具備されているマストよりも軽量なので機体重量が同じフォークリフトやトップリフターよりも許容荷重が大きいトップリフターも リーチスタッカー同様にスプレッダーを使って上からコンテナを緩合して釣り上げるがトップリフターのスプレッダーは上下方向にのみ稼働する。これに対してリーチスタッカーのスプレッダーはブーム先端に取り付けられていてこのブームを伸縮よび起伏することができるため車両を動かさなくてもスプレッダーそのものの位置を上下前後方向に移動させることができる。また リーチスタッカー機体とコンテナの間に障害物がある状況ではその障害物の頭越しにブームを伸ばしてコンテナを釣り上げることもできる。フォークリフトやトップリフターはマストがコンテナ側面に接していないとコンテナを上昇させられないので貨物がコンテナ幅よりはみ出している状態では二役不可能であるがリーチスタッカーでは機体から離して釣り上げるので 特殊寸法のコンテナや貨物がコンテナよりはみ出している状態でも二役可能である。スプレッダーは運転席からの操作で幅を可変できる機能を有しており、日本を含めて世界的に20フィートから40フィートの ISO コンテナに対応可能なスプレッダーが多用されている。また、スプレッダーは運転席からの操作で水平回転する機能も有しているので、 コンテナの正面、横、斜め遠いかなる方向から接近しても釣り上げることが可能である。日本では例がないが、日本以外では、スプレッダー以外に、平らめ、バルクバケット、通常のクレーニーを、フック、人が登場できるゴンドラなどを取り付けて、建設工事や重量物の組み立て、据え付け、移設工事のほか 映画などの撮影や鉄道車両工場などでも利用されている。また、許容荷重が100トンを超える機体も製造されている。トップリフターと同様なツイストロックピンインターロック装置とスプレッダー位置と荷重を表示する装置を具備している。作業範囲を可変できる構造上、ブーム長さと起伏角度によって許容荷重が変化するので、2 0中の操作次第で、 前方を点灯する危険性がある。また、重心点が極端に偏ったコンテナを吊るし上げた場合や横から強風を受けた場合には、左右方向へ横転する危険性もある。このような状況を防ぐために、所定の安定度限界手前で機械を自動停止して、警報を発し、スプレッダーを垂直降下させる操作以外は遮断する、過負荷防止装置を具備している。 ありがとうございます。